今から出版した本のオーディオブックの収録にオトバンクさんに行きたいと思います。今日のタスクは挨拶と終わりにを読むこと。終わりに自分の本をオーディオブック化してもらえることが嬉しい。今日のメインはこの防音ブース。暗い気分よりも元気を届けたいので、今日は元気に読みたいと思います。私たちの SNS 投稿を見る人は多いと思います。この防音ブースとオーディオブックドット JP のクッションがチュキチュキラブリーちゃん。今日収録どうでした？今日はね、すごい貴重な体験はさせてもらったと思うんだよね。そうっすね、よかったっすああ、でなんで君はもう先に入ってんの？それ今日大寒波だよ。あざした。ああ、寒い。